ハイビスカスあれです。そうなのか、なんだろう。で、向こうは雨降ってなかったりするし、いやめっちゃ暑いわ。なんだろう、この時間まだ明るいわ。まだもうちょ、今にちょっと日がちょっと落ちたぐらいで、くそ暑いわ、マジで。死ぬかと思った、竹富島で熱中症になりかけたっていうか、熱中症になったわ。水分がなさすぎて、飲み物が。お土産買った、あ、買わなくても、あのいろんなリスナーさんがリアトしてくれて、あの家族のお土産大量にくれたので、80何個お土産があります、車の中に。買う必要も全くなし。でもなんか荷物、その中、荷物の中のやつも抜かしてもそのぐらいの数あるからね。結構食べちゃってる。そうなん、知らんけど。あれ、お父さんとんかつあんま食べんかった。着払いしてない。食べ物もないけど、だってここにあるよ、私も。あ、本当だ。それを先に言えよ。なんで。お前らあれつれー、アメさんイベントにもやらないさせ。私もあるのに。あ、何？俺の俺に食えって。もうあんたのダイエットさんとダメでしょ。だからダイエットするのに、そんなのにカツなんか作るけど、全部野菜すればいいの。で、野菜食べれって言ってもそうだ。それはだって、これはだって知らねえよ、このタイみたいな料理。タイ？タイにやる人の野菜食わない。なんでそんな大変な前菜が。ハイビスカスアイス。ハイビスカスナイス。痩せたっていうか、なんかちょっと若返ったね。なわけないし。いや、なんか肌が質が綺麗になって、あんたがその分なんか老いた。え、なんで若返った？頭ボーグしてる。意味がわかんない。私はもう、今もう頑張らん。もうだって朝から一本も今日は出るまいと思って。朝に仕事出るけど。今日はもう外に出るまいと思って。よし、気にして。ハイビスカスライフ、コツコツハイビスカスライフ。落ち込んでんじゃねえんだ、隠してん。あ、五号さん、ありがとうございます。あらあら、昭和何年生まれ？誰が？これ？狙ってるんだよ、下のおじさん。おー、1000マイル10個メス。ねえ、よちゃん、ちょっとほら、あんた下に落としたんじゃない？ミロも食べとるよ、そこ。足元。怖い。下に落としたって、これマヨネーズだ。はい、お弁当です。じゃないっす。あら、そんなもんよくって。ミロ、あ、うーちゃん2000マイル優待券に10個です。ミロちゃん、
ミロ君どこなの。マジでかくなったな。これは無理っつって。どうした？ハビスカスナイス、グバイハビスカスナイス。フワマイルくださいね。マイルしかフワマイル。あ、ナイス。今日スタイルないやん。今日早く寝ないと、もうさすがに疲れ溜まりすぎてるわ。脳梗塞だよ。見ろ。下にすごい、見ろがすごい下を。探して持ってるもんね、先に探してみる。ひろくんも18日連れて行くね、じゃあ。なんで？かわいそうね、あれが車の恐怖でもすごい。こっからあんたもあそこのショップに行くまでもあんたが辛いわ。スピードスター並みの速さ。スピードスターだよ。隠れやがってな。よっしゃ。何時に寝ようとしてるの、うん、いやもう今日8時には寝ますよ。8時にはバチクメがおないせい。あ、とんでもない応援する豚ありがとうございます。飲みに行けよ、お前が行けや。かわいい。今日はマジで絶対早く寝る。無理。もうその後誕生日、誕生日おめでとうって言ったか。あ、言ってない。ただ言われたことないから。つかなんなら俺今までいつもいろいろしてあげてるからね。15日ぶりでこれ？何が？これとは？与那国行ってないっす。石垣までしか行ってない。石垣までしか行かなかった。
ふわまゆナイス、あれっす。マジ暑いんだけど、やべえわ、この暑さ。暑すぎだろこれ。いや、うちの家も暑いよ。でもマジで暑い。やっぱ暑いよこれ。ダメだ。じいさんばあさん熱中症ならんかい。いや、あの部屋はだって涼しいもん。いや、俺の部屋暑いっす。それはまあ沖縄とか石垣島に比べたら暑くないけど、あれは暑すぎた。あれです。18日滋賀に何しに行くん？え、まだ知らない人いるの？18日にし、いや18じゃない、19ね。19日に滋賀に何しに行くか知らない人いるんだ。知らん？じゃあ当日の楽しみっすね。知らん。またかハイビスカスアレス。ワッチクメホン3つナイス。うん、アンジャハイビスカスアレス。そうか、結構知らない人が多いかなと思った。そんな数人だったわ。3つ、ありがとうございます。あっちゃー、そっちゃー。うん、暑すぎるでしょ。これだれる。あ、暑すぎるんすけ、だれる、マジすけ。暑い、マジで暑い。で、疲れが半端ねえ。疲れが溜まりまくってるから寝ようかな今日は。もうだれるって何？だれるはだれる。早めのいびきを。さあな。